皆さんこんにちは。ツアープロコーチの堀尾健二です。今回は皆さんの感覚を呼び起こすイメージを良くするレッスンをしたいと思ってます。実際のプレーの中では理論的なことよりも感覚的なこと、イメージ、そういったことが重要になってくるんですね。今回はですね、コースで使えるスイングが良くなるイメージ集を皆さんにお教えしたいと思います。次はリストコックです。リストコックはスイング中ヘッドスピードを加速させるために重要な動きなんです。アドレスした際にこのおへその高さ、ベルトのラインまで、プールの中で水に浸かっているとイメージしてください。こうしたらですね、バックスイング、リストコックが遅い人というのはスタートすると手元がですねプールから先に出てきます。水の水面に手元が先に上がって遅れてヘッドがこう上がってきます。正しい動きはですね、スタートをして手元よりも先にクラブヘッドが、水面の上に出てくるんですね。こんなイメージ、腰の高さまで水に浸かっているぞと、クラブヘッドを先に水面から出す、こんなイメージを持つと正しくリストコックができてこうヘッドが走ってくると。フリスビーを投げるように、バケツで水をまくように、水面からクラブを出すように。今回は理論ではなくイメージでスイングを良くする方法を堀尾健二がレッスン。ぴったりハマるイメージが満載です。堀尾健二、理論の次はイメージで上手くなる、スイングを劇的に変えるピンとくるヒント。